第1問。ビートルズアルバム当てクイズ。収録曲またはジャケットからビートルズのアルバムタイトルを当ててください。正解発表。大当たり。1965年にキャピトルレコードから発売されたアメリカにおける8枚目のアルバム。もともとキャピトルがビートルズのレコードを出すことを拒否したため、BJ レコードからイントロデューシング・ザ・ビートルズを発売したのだが、その後ビートルズがアメリカでブレイクすると、BJ レコードとの契約が終了するのと同時に、イントロデューシング・ザ・ビートルズとほぼ同内容の本作が発売された。2問。ビートルズ麻薬歌詞クイズ。ビートルズの曲の歌詞を Google 翻訳したものを20秒間表示しますので、曲名を当ててください。ただしタイトル部分は伏せ字にする場合があります。正解発表なのだ。エクセレント。第3問。ビートルズ常識うんちくクイズ。ビートルズの超簡単な常識クイズやマニアックなうんちくクイズを3問出題しますので答えてください。第1問。正解発表なのだ。頑張ったね。第2問。正解発表なのだ。おー、第3問。正解発表なのだ。やるじゃないか。いかがでしたでしょうか。ビートルズに関するクイズをいろいろやっていこうと思います。こんなクイズをやってみたいというアイデアがありましたら、ぜひ教えてください。